皆さんこんにちは、こんばんは、あさかです。今回は初めてのアフレコに挑戦してみます。本当に初めてです。撮り方もよく分かんなくて一発撮りみたいな感じになってるので、お手柔らかで、今日はもうすぐバレンタインということで、一人で街に繰り出し、バレンタインっぽいお花を購入した後にミスドで大好きなドーナツを食べるという優雅な一日を過ごしております。このカフェオレおかわり無料なのがね、嬉しい。でこのドーナツも大好き、いつもこれだ。でまあだいたい2杯ぐらい飲んで出ます。でちょっとこのあとね、スーパーに行ってバレンタインで作る道具っていうか、道具じゃない、材料か、材料を買いたいんだけど、このアンパンマンのこれと買いたかったのにちょっと量多くて無理だった。かわいいなって思って、でちょっと夜ご飯の材料とかをまとめて買って帰宅します。で節分の時はこの葉っぱだけで乗り切ってたんですけど、ちょっとさすがに春気分を味わいたいということで、今回はピンクの花を購入しました。花言葉が合格っていうなんかやつらしくて、ちょっとお花の名前は動画で見てね、さっき載ってたからね。なんだけどさ、これちょっとさ、買った時こんなんじゃなかったと思うんだけどさ、なんか端がさ、なんかちょっとさ元気ないの、なんでって思ったんだけど、まあちょっとね、数日だったらっていうか次の日ぐらいにはね、もうね結構元気になってました。よかった。でもね、なんか5日間ね返金保証みたいなのがついてるらしくて、あー、そういうお花屋さんもあるんだって思いました。でなんか薬ももらったのでちょっと入れて飾ります。そしたらバレンタインのチョコレート作りをしたいんですけど、いちごとホワイトチョコ、なんかさ明治が好きなんだよね。で夜ご飯の材料とかを、まあ、ちょっと冷蔵庫にねしまって、これはねゆうじくんが冷凍のカレーをね作っといてくれたのがまだあったから、それをカレーうどんにしたいなって思って、ちょっとうどんとかいろいろ買ってます。今年のバレンタインは一人暮らしで、まあ、さらにね、まあコロナとかもあるしさ、なかなか人に手作りとかってあげないじゃん。しかもまあなんかあんまりさ、もうあげたりとかもしなくなったんだよね。だけど、まあ、ちょっとね YouTube に撮りたいなっていうのとか、自分でねいちごチョコがね、てかねこのなんかこういうフォンデュがすごい好きなんで、しかもその固めたフォンデュが好きで、まあ、結構ねバレンタインでね今までもね昔からよく作ってるんだけど、まあ、こうやって家で自分で食べたり家族と食べたりとかするときはいちごフォンデュは作れるんだけど、まあ昔作ったことあるのは、友達にあげたりとかしたのはマシュマロチョコとかねよくあげてた。で私が作るのは簡単にできるんだけれども、作る意味のあるものを作りたいんだよね。でいちごチョコとかマシュマロフォンデュとかそういうフォンデュ系のお菓子ってさあんまり売ってないの、なんか多分、なんかね売ってないの。だからなんだけど簡単に作れるから作る意味あるなって思って、結構ねこれは意味のあるけれども簡単な料理だなって思ってる。でいちごを洗ったらチョコを、まあ、レンジでねちょっと溶かしていきたいと思います。湯煎はね私今までも何回も失敗してて、なんか湯煎苦手なんですよ。水が入る危険とか蒸気で結局ねなんかね失敗するから。なんだけどさ、これさちょっと見ててねこのあとねちょっとねやらかすんだよね。うまくいってる、順調にうまくいってるって思ってんだけどさ、待って、なんか硬いんですけど、わー失敗したーって思ったの。失敗した、って言ってるでしょ、わーって言ってるでしょ、って言ってんだけどさ、これさこの後さよーく混ぜたの、もう無理だと思ったんだけどよーく混ぜたの、そしたら大丈夫だったの。あれ過去にもこういうことあったな、もうダメだって思って諦めてこのボソボソのままなんか食べたこととか、だけどこうやってよく混ぜたら大丈夫だったのかなってちょっと今あれって思ってる。でこのゆうじくんが残してってくれたクッキングシートを、まあ、こういうのに敷いて
いちごをつけて、もうほんと冷やすだけって感じなんだけど、まあ、このまま食べてもね美味しいとは思うんだけど、ね、自分はあんまり甘いのが得意じゃなくて、溶けたチョコとかあんま甘くて、ね、あんま食べれないんだよね。だからあのちょっと固めたチョコにしたいので、このままちょっと冷蔵庫に入れたいと思います。なんかさ、これ一人で食べるからっていちごチョコにしたんだけどさ、これ一人でもちょっと多いよね。はい、こんな感じでちょっと冷やしてる間に洗い物は早めに終わらせた方がいいなって思ったので洗い物をしていきます。でもさ、なんかこのぐらいの量だったらさ、全然さ、むしろ楽しいって思えるレベルじゃない？なんか結構さ、綺麗な状態で料理して洗い物が本当にこのぐらいだったらさ、むしろもう楽しいんだよね。だから結構ね、一人暮らしになってから特にね、もうすぐやるようにして、もう自分次第だからもうすぐ綺麗にして、もうこういうのもこっち今から飲もうとしてんだけど、もうこういうのもすぐ入れてすぐ片付ける。そうすればもうすっごいね、もういい生活、いい暮らし、もう全部楽しい、全部楽しいって感じになって、すっごい。で、あのちょっと冷やしてる間と言ってはなんですが、大好きな映画をね、今日はね見るとね、もうミスドにいる時点で決めていて、もうインスタグラムのストーリーで宣言までしていたので、ちょっと映画を見ていきたいと思います。疲れた。あ、これ私の大好きな映画ですね、星の王子様、リトルプリンス、星の王子様と私っていう映画なんですけど、すっごいおすすめなので、もう本当見てください。本当にもう見ればわかる。はいはい、あーで、うわー冷えたーって感じで、いちごチョコをね食べていきたいと思います。せっかくなのでお花もそばに置いて食べます。ちょっと余ったチョコもね、なんかちょっとパティシエみたいに、ちょっとチョコみたいにしといた。はい、おっきい。でもわざとね、大きいイチゴにしたんだよね。なんかいっぱいいろんなイチゴあったんだけど、なんか大きい方が美味しそうだなと思って。うん。まあ、こんな感じで、もう何でもない一日なんだけど、まあ、少しでもね、季節を楽しめたかなと思うので、みんなも、なんかこのぐらいのことでやってみてね。じゃあ、またねー。バイバーイ。